こんにちは、シュウです。今回はサーバントセイバーオルタ使って異形の存在やっていこうかなと思います。サーバントセイバーオルタのリーダースキルが HP80% 以下3倍、闇属性全パラ 1.5 倍、4色軽減攻撃3倍。はい、やっていきます。なんかサイバー戦バントバブタすごいめっちゃ強いらしい。まだ1回も使ってないんだけど、でこれなんだっけ、確か全体攻撃入れればいいんだっけ。久しぶりにこのダンジョンやるな。これで落とせるかな。いや今日ねちょっと私久しぶりに雑談しようかなと思って、昨日皆さんあれ見ました？あの明石家さんまさんの番組だったんだけど、すごい面白いのがあったんだよ。内容が小田栄一郎先生の家に行くっていうやつだったんだよね。皆さん小田栄一郎先生知ってます？ワンピースの作者の人、その人の家に家訪問的な感じで行ったんだよ。でそこでいろいろワンピースのこととかにも聞いてたんだよね。それ面白かった。なんで今回それ喋ろうかなと思います。若干ねワンピースのネタバレにもなるんだよ。なんでネタバレ嫌だっていう人はちょっとここで動画あれしてください。で家行って、まず明石家さんまさんと小田一郎先生が2人で話してたんだよ。で小田一郎先生曰く、ワンピースはまず100巻超えるって言ってた。100巻は超えるって言ってたね。今確か70巻ぐらい出てんのかな。でワンピースにも触れてた。あれワンピースって題名でさ、結局何か分かってないじゃないですか。ワンピースって一つなぎの大秘宝って言われてるけど、それがねまだ何か分かってなくて、でそこでさんまさんが予想してたんだよ。そのワンピースっていうのはこうみんながこうここまで歩んできた絆がワンピースだみたいな、よくそういう王道っていうかない、俺たちのこの絆がワンピースだみたいな言ってたんだけど、それは違うって言ってた。なんか小田一郎先生がねあんまりそういうのが好きじゃないらしいんだよね。そのなんか昔そういうアニメ見たらしいんだよね。そのこの絆が俺たちのなんとかだみたいな。で子供の頃そういうの見てちょっとなんかがっかりじゃないけど、これは違うなみたいに思ったんだよね。いやーこれ落として悩み、こうしようか。なんでそういうのは違う、やんないって言ってた。その友情的な、なんでどうなんだろうね。やっぱ物で出てくるのかな。そこまでは言ってなかった。物で出てくるとかそういう具体的なことは言ってなかったんだけど、でもなんかでっけえ宝であってほしいなって思う私は。あと睡眠時間とかやばかったね。睡眠時間が朝9時に寝るらしい。で12時に起きるらしい。だから3時間しかね寝てないらしいですよ。やばくね、死なねいや多忙すぎないと思った。多忙すぎるよね。どうしようか。いやこれでいいね。3時間ってやばいよね。なんか病院行ったらね、糖尿病かなんか疑惑が出てらしい。疑惑が出てたらしい。確定じゃないっぽいんだけど、なんでワンピース完結する前になんか大丈夫かなって思った。でもうなんか最後は決まってるらしいよ、どうなるか。だからやめておけと言っている。そこまで最後まで行く道のりはまだ確定してないんだけど、その最後は決まってるらしい。なんかどんな感じになっても最後は面白くなるみたいなことを言ってた。でだからね楽しみだなっていう感じがある。で家もすげえんだよ今日ワンピース動画になってるけど、家もすごくて、なんかね、いやーこいつめんどくせんだよな。アギダイ残り13ターンか。まあ、なんとかなるか。いきます。なんかね高級な家なんだよね多分。なんだけど UFO キャッチャーとかあるんだよ。あとなんか列車みたいのもあるんだよね。すごい何言ってるか分かんないでしょ、見てないと。列車みたいなのがあるんだよ。だからすげえ遊び心、まず UFO キャッチャーっていうのがすげえなーと思って。でこれ欠損してるね。とりあえず色呼ぼうか。色呼びます。光でいいかな。これアギダイないと相当きついんだよなこのダンジョン。色きてないね、どうしよう。よし、こうできます。すげえ回復力めっちゃあるね。思った以上に回復する。なんだろう、エールか。エール、そうだね、エールめっちゃ回復するもんね。いや私今年ね漫画読みたいなと思って、私は読みたいランキングがまずハガレン読みたいね。ハズドラでもコラボしたじゃないですか、ハガレン。なんかコラボの時期とか面白いって言われてたんだよ。なんで去年から読みたい読みたいなと思ってたんだけど、
読めてなかったんだよね。なんで今年はハガレン読みたい。やべ、今回復、OK、回復消すべきじゃなかったな。うん、やっぱ難しいな、この HP 調整。あとね、1500% みたいで、これ前も動画で言ったんだけど、あれちょっとエッチな感じあるじゃん。なんだけど普通に物語が面白いんだよね。私3巻ぐらいまで確か読んだことあるんだよ。3巻か4巻全部は読んだことないんだけど、なんでそれも見たいなっていう感じがある。オッケーオッケー。あとキングダムって聞くよね、キングダム。あれ私1巻だけ読んだ。だちょっと話むずいね話がちょっと難しいんだよね。どうしよう、ここ。毒やべえな、毒。あと7ターンでアギダイに溜まる。これ使おうか。だからやめておけと言って。あと、東京グールっていうのもよく聞いたことある。あれも読んだことないけど、全然物語とかよくわかんないんだけど、なんか聞かない？だから多分面白いんだろうね。だから今年はね、ちょっと漫画読もうかなと思う。いや、いいね！毒落ち込んないだけ幸せ。いや、これワンチャン先生で負けんな。いや、これ爆弾あったけど先生あったかな。よし、どうすんのがベストなんだろう。とりあえず、サーマントセイバーオルタか、使えば爆弾消せる。で、ルシファーでもいいな。これ使いの、やめておけと言っている。ルシファー使おうか。エイルでもいいね。いや、ルシファーほんと強いよね。今回、デュルガー以外が、全員レベル110にしてんのかな。結構大変だったんだけど、110に多分なってると思うんだよね。で、なんでデュルガーしてないかっていうと、デュルガーって超覚醒あったっけ。なんかパズドラって、その限界突破はするんだけど超覚醒つかないキャラ割といるじゃないですか。なんでデュルガーそのタイプだったと思うんだよね。なんでつけてない。これ超覚醒さ、スーパーノエル食わせる前にあるのかどうか分かってほしくない。パズドラそういうとこあるよね。うわ、ここやめてか、毒毒振りすぎだろ。これやばくない？バグレベルの毒振ってんじゃん。はい、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 はい。まあ、しょうがない。なんとかやってきてるね。多分、エールのおかげでなんとかなってると思う。どうしようかな、ここ。回復ないっすよね。とりあえず、ちょっとまだ早送りしないでいきます。軽減だけ貼って、いいね。軽減だけやってるね。軽減だけやってるよね。お、指長。そうか、キタニアか。軽減だけやってる。軽減だけやって。うわ、なんだ、エールになんかたまった。いや、エール使いたかったんだけどな。エール使って、全力。いや、どうしよう。これ死ぬ、全力でいくと。どうすればいいんだ。列だけ組むか。いや、これやばいな、この落ちやすいの。落ちすぎでしょ。はい。これで死んだらちょっとやり直します。いや、でも軽減貼れたね。落ち込んで。あぶね。落ち込んで軽減はマジででかい。で、多分4つ消しあれば、毒を対応できると思うんだよ。いや、ほんとに、この量やばすぎね。パズルも壊滅級だね。で、一応、1セットにしようか。ビビリの1セットでいきます。1、2、3、4、5。いや、エイルがやばい。いや、で、結構削ってんね。ここ、軽減貼れないんですよ。ただ、6万あれば耐えれるね。6万あれば耐えれんだけど、落ち込んきたら負けんだよな。今の感じだと、いや、でも、色呼ぼうか。今これ倒せんじゃないかなと思ったけど、あれが出ないですよ。HP80% 以下強化だっけ。50% 以下強化か。はい。うわー、きつ！耐えて！いや、耐えたね！耐えて倒せるけど、これ使います。サーバント・スリーバー・ウォルター使って、だからやめておけと言って、かっこいい。だから、やめとけと言っている。すいません。本当にすいません。本当にすいませんでした。で、ルシファー使おう。そう、何が悪いかっていうと、このルシファーに私がアギダインつけてるのが悪い。結構ルシファー使うじゃないですか。なんでさっきからバンバン使ってってからたまってないんだね。それ完全に私が悪いわ。はい。
いやーこれ水繋がってんな。でも指長いから、はい。いやーだこうか。いやーダメだな。何やってんだろう。こんだけ指やって何やってんだろう。はい。落ち込む。いける？いや強いね。わかんないけどキラーもめっちゃ刺さってる。いやー仲間だね。あでディルガーすごい良くて、何がいいかっていうと、これリーダーにコマさんつけてんだよ。で暗闇3つしかないんだけど、デュルガーは素で暗闇タイプでルカチュマってるんだよね。なんですげえ相性いい。でここはようやく割るね。いやこれ消さない方がいいか。これでこうします。でここで毒割るもんね。これスキルダメしてもいいけどめんどくせえな。いっちゃおうか。やばい、何がやばいか皆さんわかります？これ一大事件が発生した。何がやばいかっていうと、HP があれなんだよ。っていうか、なんなら欠損ね。やばい、くだくだだ。HP が80%以上なんだよ。ただ、色だけ決まって、色だけ。はい、ダメージ吸収終わりました。スキルダメって考えよう。あのミスをスキルダメって考えます。でも本当にリアルにスキルは貯めれてよかった。またパズル壊滅系なんだよな、さっきから。いいね。デュルガー何が優しいかっていうと、本当に何もしてこないんだよね。この、吸収切れるタイミング、根性切れるタイミング、吸収切れるタイミング。普通何かしらやってくるんだけどね。ただ純粋なスキルダメポイントになってる。なんだっけ、ここら辺から覚えてないな。いや、これ、雲耐性だね。このダンジョン割と毒より、暗闇の方が必須だよね。暗闇の方が必須だと思う。裏闘技場とかだと、いや、これも HP80% 以上あんのか。どうしよう。とりあえず、軽減だけやっとこうか。HP 管理がむずいね。で、次がルーレット来たんす。ルーレット来て、そうだよね。あれあれこんなギミックあんのか、君。今指伸びてたからかな。普通歩くんだよ、ルーレット。あれ？やめたのかな、ルーレット。なんかルーレット引退したみたいです。で、四つ消し入れた方がいいんだもんね。はい。いや、でもどうだろう。四つ消しすると HP、そうだね、80% 以上になっちゃうけど。ここも突破しないんですよ。ここも突破しなくて。合わせんのめんどくさいな。いい、合わせないで多分やられないでしょ。危ねこれ今のこいつの発狂かな。なんか発狂っぽくないですか。OK、ここで倒そう。え、そんな強いのかな、この子。別に、今使ってみてそんな強い感じないけど、私の使い方が下手説も全然あるんだけど。やっと2ターンでアギダイン溜まんだよね。さっきから全然溜まってなかったのに。どうしよう。次でアギダイン使っちゃおうか。普通に邪魔くさいな、アギダインのスキル。そう、アギダインね、スキルが邪魔になるんだよね、毒の時に使わないと。はい。はい、OK。いや、いいね。いや、でもこのダンジョンさ、冷静にキラー2つ手に入るのすごいよね。激エブだよね。激アツファンタスティックエブリデンだよね。前コメントでもらったわ。激エブですねって。これなんだろうと思ったら、あ、激アツファンタスティックエブリデンの略ねと思って。あんまりいないよね、激エブって訳す人。はい。落としになってるね。で、ただやっぱ HP80% 以下にしたいね、全力で組むなら。今回 80% 以下が、あ、すごい持ってんね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、12個あるんだ、HP80% 以下強化。ここいい感じに削れるまでカットでいいかな。お、これ、6、7、お、追撃者って、あれ、無効貫通できる。今半分ちょうど切ったんだよ。無効貫通やってみようか。今回無効マチマツ持ちがリーダーなし。で、ノア1個。で、エイルなし。ルシファーなし。ユルガなし。で、フレンドが無効貫通なんだよね。サーバントセイバーオルタが超覚醒で無効貫通つくんだよ。ただちょっと遠いな。はい、はい、はい、はい。はい、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 はい。指このパーティー割と長い気がするな。あ、これめっちゃ盤面いいな。どういける？
ただ HP50% 以下じゃないからね。50%以下なら最高だって。落ち込む。いやないか。誰もなってないね。みんなが均等にダメージ与えてた。オッケー、ここで仕留めないと負けなんだよね。で、とりあえず、ジョイラ使って。なあ、こいつはね、確かね、そうだね、雲来て、でこれ多分1ターン目確定で、毒落ちやすいゾーンしてくんだよ。確定。確定なんだけど、ワンパンしちゃうとまた変わってくんだよね。そこが分かんない。ワンパンしない限りは確定で、ミリ残ししてもあれなんだよね。はい。で、多分俺今 HP50% 以下だよね。なんで倒せんじゃないか。落ち込む。いいよ。いけ。よし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 。ここ一回闇呼ぼうか。てかこいつでいいね。めちゃめちゃラッキーだった。この子2ターンで優しいよね。ダメージ向こうも貼ってこないで。なんかダメージ向こうぐらいあってもいいのにね。削んないよね。削ってほしくないけど。で、とりあえず HP80% 以下にして、50% 以下にしたいな。で、ここ、軽減貼んないと死ぬかな。調べんのめんどくさいな。これ多分耐えてほしい。いや、これ死ぬかな。軽減なし。どう？よーし！ここもらったんじゃないかな。DNA エンハンスします。DNA エンハンス打って、5番エンハンスだね。闇属性5番エンハン。で、これ使います。コンボ母さん。私、さっきから、無効貫通しようと思って闇9個呼んでたんだけど、こいつ無効ないんだもんね。まあ、でも闇呼んどいて損はなかったんで、OK。うん、さすがに5番エンハで HP50% 以下だから持ってけんじゃないかな。いいね。謎の水の杖も入ってる。いや、いけるね。なんかセイバーサーバントゾルタあんま強いか分かんないなみたいなこと言ったけど、普通に勝てたね。普通に勝ったってことは普通に強いんだろうね。うん、